うそう、あんたバカ。ああ、ありがとうございました。ああ、ふっといてよかった。とろけちゃう。あ、になる。アマースですね。久しぶりです。アマースの皆さん、こんにちは。科学者。まあ、今日は、まあ、のんびり、ということで、初心者枠ってことで、コメント見ながらやると思います。ないぼう。ないぼう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ、レベルが。リセットされてるね。みんな、そう。ヒルケンさん強え。え、なんでヒルケンさんに、ヒルケンさん。ヒルケンさんと神宮寺さん。神宮寺さん。強いな。すみません、おじさんなんです。64歳。64歳。年か。おみさん50回おめでとうございます。ありがとうございます。やめていらない長生きします。そうなのね。はい、危ない危ない危ない。いや、これ入ってほしい。これちょレベル高いからセンターさんだな。14レベルだから。いいね、多分センターさんだから。いけないです。静かだな。すげえ。何みんな元気してるか？話したい話あったっけ？あ、ダブルベッドをね、ようやくセッティングしました。買って1年ぐらい経ってるけど、セッティングしました。めっちゃ快適。もう、すやー。もう、寝っ転がった瞬間、すやー。大の字で寝れるのはね、すごい新鮮だわ。つやややや。つやややや。すつや、つやややや。ヤムーさん、あんたバカって言われて。さすがにちょっと恐れ多いな。星行くか。寝ない。富士さんがリアクターの時に、はい、僕は右に行ってましたね。謎のそう言ってましたね。あれは左で僕最初にあれ見たんですよ。なんかどこに人がいるかのやつ、何でしたっけ、あれ。アドミンを、はい、見て、うん、した貨物室にずっと一人光ったんで、なんかちょっと別に。ああ、そうなんですね。ヒルケンさんがこもってました。もしかして誰かもうすでにと思って向かってて、で光っちゃったんですけど、もうそっち先見つけちゃおうと思って行ったところです。うんうん、はい、すごいよ。怪しい。早いなぁ。怪しい。泳がれてました。ヒルケンさんのキルクルなかなか上がんないですね。まあでもね、悪夢は、悪夢ってなのかな？ちょっと夢の話で大変恐縮なんですけど。死神とね、なんか共存する夢を見たな。リュークみたいな感じで。荷物の夢持ってもらってた。けど、なんか、死神の持ってるノートに名前書かれると死ぬかな。それだけちょっと死神を怒らせないようにしてた。意味わかんないね。Oh my god。 あゆみさん、ひるけんさんで今ラウンジとの間にいたんですよ。あ、トイレのところか。で、はい、ミヤムさんが傍観してたんですけど、これは
傍観してたんじゃなくてどうしていいかわからなかったんです、はい、まあなのかなっていう感じで一応アーカイブラウンジのトイレのとことあのシャワー奥のとこと間だったんですけど、私はトイレのドアを開けてたんです、はい、そしたら見つけたんでどうしようと思って。なるほど、はい、通報ボタンがってことですか。通いや見つけたら通報したいと思ってるんですけど、はい、なかなか一瞬にして体が動かないんです。あ、リアルの話、はい、あ、リアルな話です。あわあわあわってなって、そうこうしてるうちに目の端っこに、はい、あ、誰か来たって思ったら、はい、あのその方が多分通報してくれたんだなって今思います。なるほど、はいはい、私が通報したんですけど、フージが黄色フージなんですけど。でもちょっと同じ手を使った先輩がいたんですよ。ちょっと通報ボタン分かんなかったって言ってめちゃめちゃ自分でやってたっていう人が、あ、すげえメタな話になってきたんですで、いやでも本当にあの大丈夫です、怪しくからつっていただいて大丈夫です。いや、あの他の方でできる方がいるかどうかを先に聞きたいかなって思ってます。富士さんと宮村さんがどちらからラウンジに行かれたのかとかが伺えれば。僕は診察室から、もうなっちゃったんで、あのエラーじゃなくてエマジンになってるんで、貨物ラウンジ行く途中で見えました。はいはい、つけてすぐ通報って感じです。はい、うんうん、近くにいるんですけど、黒のムーさん今シャワー室の覚えゲー右側にいます。はい、なるほど、あ、覚えゲー右側、はい、はい、バナナのマロは昇降機の右側で直そうとしているところでした。で、フージさんとミヤムーさんを見かけております、ラウンジあたりで。なるほど、はい、その時にラウンジからアーカイブに入る時に右側から、上から下に降りていく誰かを見ているので、それがユミさんだったのかなと思っています。なるほど、僕ラウンジで見た、僕結構入ってすぐでしたけど、あれです、貨物の左上のタスクをやっているのを見ているんですよね。あ、了解です、はい、他で、まあ、近場で言うと神宮寺ですけど、メイン脇、はい、シャワーのタオル集めの奥のハンマー叩きの、タオル入れの、配線つなぎのしてなってたんで、昇降機右行ったら丸ちゃんが右下にいたっていうのです。なるほど、はい、これは詰めます、詰めましょう、はい、はい、お願いします。ナイスボタンでーす。ありがとうございます。出ます。さっきのターン、私はあんまり人と会ってないんで、あれ、セキュリティでずっとテープをやられと思いませんでした。はい、なるほど、はい、白のしゅうねです。リアクターが鳴ったタイミングでエレクからメインに上がって、シャワー室で神宮寺さんが扉を開けて上に行くっていうのを見ていて、メインホールで先端さんが、左側にエンジン側の方に走っていかれるようなところを見てるので、神宮寺さんに白が出せます。多分できないと思います、タイミング的に。神宮寺さんがラウンジに行って切って直行機右に行く暇がないと思っている。メイン脇だったのも見ているので、先端さんもあゆみさんのキルはいろんな人の死人かいくぐってラウンジに行ってキルができないと思っているので、センターさんメインにいらっしゃいましたよね。はい、はい、無理じゃないかなって思ってます。あゆみさんに関しては、はい、ヒルケンさんの死人情報はないですか。私は見てないです。だからヒルケンさんの容疑者としては、まあ、左側にいた先端さんとか下月さんがありえますけど、まあ、とりあえず目撃があるあゆみさんの話を詰めるとすると、うん、まあ、富士山情報だとミヤムさんがヒット、もしくは近くにいたムーさんの可能性がある、はい、っていうところですね。そうです、もしくは僕はそうかないのか、ミヤムさんが来て押してるのは見てますよね。違います、富士山がやってくれた。
と思います。やってくれた。やってくれた。あ、ボタンを圧力を押してくれたと思います。はい、はい、そのナオさんって弾けますかね。いや、僕は弾けないですね。弾けないですね。自視点でも弾けないと思います。やってから全然昇降機右に入ることは可能だなと思ってますね。なるほど。ちなみにでも今ミヤムーさんをもし釣った場合、あゆみさんがもうずっと喋りますよね、裏で。あー、じゃあとりあえず釣っとく。まあゆみさんからしたらすごい嬉しい記念プレゼントですか。いやいや、ミヤムーさんがプレゼント、はいじゃないですよ。じゃあ私をプレゼントで、ま、いやちょっと三容疑者は釣り怖い。了解です。まだ分からないということで、はい。ということで、あゆみさんお預けで。はい。ヒルケンさんがいるから大丈夫ですよ。そこ仲良しで。そうか。ラジオが始まりますね。そう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 。あゆみさん、ヒルケンさんでいいですよね。大丈夫ですよね。でって言わない。でって言わない。でっては、まあ、頭を打ってる、ヒルケンさん容疑、先端さん、下月さんかなっていうところもあるんで。うん、はい。了解です。了解です。ヒルケンさん、ついていけてるかな。前よりなんかかなりちょっとハードになってる気がするけど、大丈夫かな。エアシップは特にだよな。誰だ今。お、ナイスボタン。ナイスボタン。暗かったんで一回押しておきました。ありがとうございます。特に何もなしです、ね。富士山白っぽいっすね。うん、あ、本当ですか。白っぽいです。まあ、確かにな、ちょっと宮部さん、うんうん、大丈夫そうですか。なんか話してることを日本語じゃないように感じたとか。大丈夫ですか。ついていきました、宮部さん。え、なんかみんなが宇宙言語を喋ってるなって。あ、やっぱり。宇宙での出来事ですからね。あーね、はい。ミヤムーさん的には誰が怪しいですか。はい、もう富士さんは真っ白ですね。あ、わあ、よかった。ああ、真っ白。はい、真っ白。シュンリー使っててよかった、昔。うん、そうね、シュンリーの声ですね。シュンリー使っててよかったっす。いつも使わせていただいてました。あ、そうなんです。学生の頃。いや、こういう場にしちゃ悪いわ。ごめんなさい。ああ、いい。ありがとうございます。すみません。ミヤムーさん。そんな愛を語りたかったね。ミヤムーさんからすると、富士さんが右から、はい、多分、台を発見しに来てるので、そうですね。で、ミヤムーさんからすると犯人は死体から見て左側に逃げたんじゃないかなって感じですよね。そうですね。僕すれ違いはいなかったですね。右端からトイレのドアを開けてたので、はい。なるとその音は聞こえてたな。左側に抜けれそうな人が、うん、マロさんか、うん、ムーさん、はい、多いかなって感じですね。了解です。なんで容疑者が3人いるっていう。マロさんと、ミヤムさん。ありがたい。わかりやすい。はい、本当に。で、もう一人のヒルケンさんがどこで死んだか、わかんないけど、誰も見てないから、およそ左側で死んでるんじゃないかなっていうお話でしたね。です、です。はい。右側めっちゃ人がいたんでね。これ、こんな話をセンターさんがするなんて。いや、白くなっていく。わざわざまとめていただいて。この人白くなっていくずるい。これなら大丈夫ですね。次のことが起きるまでって感じですね、まだ。今のうちは。そうですね。おお、誰だ。あんなに。ミヤムさんがいる。え、違う。チュンリー思い入れなかった。違う。アクシャシーをした方が、けど、まあ、だね。フルオープンしたらもう、ガチガチに盤面詰まっちゃうでしょ。いいんじゃない？
黄色グレー。みんなは誰だと思うかな。シロウ死んだ。あ、じゃあ。わお。藤井さんは最初、電気室エレクトリカルで見ました。はい。すぐ抜けていったと思います。メインホール真ん中の方からエレクトリカル行って、その後セキュリティの方かメインホール真ん中か左下の方に行ってると思います。はい。はい。私今セキュリティの下のアップロードダウンロードのところでタスクやってます。ちょっと近いんでグレイチです。はーい。ボタンなる直前に下月遥さんが3、4秒、4、5秒前かな、コミュサボの扉の前にいらっしゃったのを見ています。はい、はい、通信室。はい、あ、それ通信室。停電入りましたが、展望デッキで、この周年が直しました。一応使用します、エンジニアです。どこで直したって言ってました、ね、はい、展望デッキで。はい、左下のとこですね。はい。脇は貨物ですが、大移動してます。うん、はキッチン脇で、ムーさんと、プピコとクピットのタスクを、で、通信室に行こうかなと思ったところです。人情報。そしたらムーさん目線、下月さんは無理ですかね。富士山切る。そうですね、電気室で見られてるんだったら難しいかなとは思います。一応私貨物で湧いて、弁当使ってシャワーに行って、それからメインエンジンって言ってるんですけど、メイン側で右側に移動されるミヤムーさんを見てるので、位置とかお聞きできたら嬉しいです。はい、最後の方ですか。最後の方ですね。そうですね、メインからどちらに行かれたのかとか、はい、主に電気室の方にいましたので、どっかで富士さんにもすれ違ってると思います、はい、で電気室をうろ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 したらなりました。マロ証言を出したいんですが、シャワー室の方の覚え芸のところにいた時に、ベントが一度パカッて開いたのが見えたんですよ。でキルされるんじゃないかなと思ったんですが、無事だったので、ちょっとミヤムーさんの位置が気になるなというところです。え、それはベントパカは開幕何秒とかではなく、割とキルクールあれですか。マロはメイン脇だったので、シャワーに直行して結構開幕。あ、それじゃあ多分私だと思います。貨物で湧いてすぐベント使って飛びました。はいはい。神宮寺は昇降機右側にいました。昇降機右、了解です。タスク終わったんで、うろうろしてました。タスク終わった？終わってまーす。すごい。背中が痛い。羽生えそう。天使の羽生えそう。はい、ミスボタン。私もタスクが終わったのでというのと、なんか動機的に結構ミヤムーさんかムーさんさんで、これはムー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 ローラーすると一時的できそうけど、ローラーはできないからな。もう決め打たなくてですね、うん、どっちのムーを取るかはちょっと皆さんに決めていただければなるほど。あのミヤムーさんが今ねスピーカーミュートされてて、あら、ね、聞こえてない。あ、聞こえた。ごめんなさい。今ちょっとあのムーダブルムーが怪しいぞっていう話をしてます。すいません、ディスコードがどっか行っちゃって申し訳ない。え、ダブルムーですか。ダブルムー、ダブルムー怪しいんじゃねえかっていう話です。なるほど、
ただ2人を両方するとちょっと危ないなという話もあり、なるほど、どっちのムーンを釣るか決めてもらった方がいいかなとかいう、そんな話をしてました。すごいシンプルに考えると、ムーさんが例えば最初のキルを、例えばですけどムーさんがキルしていて、アイビさんをね、でミヤムーさんも相方で見て、あっちだっちだって言ったところに富士山登場っていう泥の中ですか。いや、なんかありえそうだなって思いました。なるほど。あ、でも初手ムーさん切れるのって弁当だと思うので、その場合って他の人に弁当切りづらそうな気はしましたけどね。わかんない、ムーさんさんがもう超スーパー髪切る通す人ならあれですけど、全然髪切る通せないタイプなんで安心してください。いや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 、だってこれヒルケンさんが貨物でまた死んでたら面白いよね、右下ぐらい。タッキル目も言って、ミヤムさんと私が一番近いんですよね。まあわかんないですよね、電気で見たっていう話で富士さんが、そこから例えばシャワーの方に行っててマロちゃんがキルしてる可能性もあるし、アーカイブ証拠機の方に行って僕がキルしてる可能性もあるし、あ、いや神宮寺さんはないですね、2キルにとも関われない位置なので初手で白くなりました、ありがとうございます、はい、だから神宮寺さんは弾いてます。あれも結構怪しいですよ。1キルメモ2キルメモ。ちなみにタスクってどうですか、皆さん終わりそうですか的な意味でです。あ、終わってます。あと2つ3つぐらいです。みんな早い、終わると思います。ヤムさんゆっくりでいいですからね、タスクがあるならの。怖え、ガチで怖え。カスハー、服部とベジータの声一緒って衝撃的だった、ここ最近で。何しよう、カメラでも見とく、ついかな、カメラ見、おい、エンジンストルガナイス発見です。おい、ジングジです。初号機左側でした、発見です。はい、はい、多分ですけどムーさんだと思います。うん、ちなみに展望デッキにいた人って誰ですか。あ、私だと思います。ちょっと前まで、はい、はい、カメラ見てたの誰ですか。はい、先端教授が見て、先端教授さんがアーカイブにいました。ん、え、あ、ええ、今すれ違ったのって先端さんじゃなかったんですか。アーカイブで右側の方に先端恐怖症さんが行ってて、はい、ラウンジ側に行く、しうねさんが その後に続いてました。はい、はい、昇降機からアーカイブラウンジって行く先端恐怖症さん見てます、はい、その前にムーさんがアーカイブから昇降機に入っていき、ミヤムーさんが昇降機からアーカイブの方に、じゃあダブルムーですね、
僕あのコックピットでアドミン見てて、展望デッキついてて、セキュリティついてて、でアーカイブもついてて、でミーティングから降りてきて、昇降機のところで2が1になり、右と下に抜けていくのを見えていて、1が残ってたんで。あ、その抜けたのは私です。アーカイブからシャワーメインエンジンに行ってます。まあ、確かにシャワーメインって多分行かれてるのとはすれ違ってます、ムーサンさんと。はい、なので先端恐怖症さんとが見た先端恐怖症さんはミヤムさんの可能性が非常に。そうですね、そんな先端さんになれて上手くなったと思ったのにそんな気配はプンプンしてました。かわいい。一応バイタル情報があって、はい、2回目の停電直前にバイタル見た時にはなくなってましたね、マロさん。ミヤムさんがあのアーカイブの左側に立ってて切り替えて戻したら先端恐怖症さんになってました。早わざですね。早着替えをしますからね。そうです、早わざなんだ。早着替えか。え、先端恐怖症さんにお伺いしたいんですけど、先端恐怖症さんは先端恐怖症さんを見てどう思ったんですか？かっこいいなと思いました。わかります。まあ形から入らないとあれなんでね。ヤムさん、何か言い残す言葉はございますか？先端恐怖症、あんたバカ。あ、ありがとうございました。ああ、振っといてよかった。とろけちゃう。あの、成仏していいですか？成仏セータさんが言っちゃう。だってとろけちゃう。嬉しそう。これ切り抜きされるからね。やばくな配信だ。お願いします。あーあー、いつ死んでもいい。もう、あー、とろけちゃう。あー、とろけちゃうよー。うわー、成仏してくれ、メンス。うわー、はい、センターさんが昇天されました。センターさんが出されてしまいました。そう、とろけそうだったんで、ね、救っておきました。そうですね、あのムーサンさんが怒りのバズってきて、あの下に見てしまいました。はい、ダブルムーでした。ダブルムーでした。もうあのさっきのあれを聞けたので、まあまあ確かにそうですね。そうだと思います。なので下月さん、あの、はい、ムーサンが先端恐怖症さんをあの通信室でやっておりました。はい、はい、ゲートファンでございます。ジェングジさんもいらっしゃったんですね。あ、僕はあの小見さんも直してるので。あ、そっかそっかそっか、はい、直してます。3人で入って、センターさんとムーさんと僕で入って、僕が直したらムーさんが挙動不審になっていて、やられてました。おもろ、聞けたんで。いや、さっきの聞けただけで。あ、これは確か。そうです。いや、これはナイスファイト、ジージーです。ジー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 、センターさん嬉しそうだったな。嬉しそうだった。いや、あれは嬉しいですよ。あれはみんな嬉しいですよ。言われたいな。いいな。お疲れ様です。お疲れ様です。ナイスゲーム。ナイスゲームです。ちなみにあゆみさんを切ったのはミヤムーさんです。そうです。あ、そう、あ、じゃあもうちょっと一個幸せを配ってた。幸せは、うん、そうなんです。あの、やっと発見したので、ずっと後を追いかけたらやられました。正当防衛だった。大丈夫です。悔いはない。これちょっと裏話しておくと、はい、あのミヤムさんになんか、あんたバカって言いたいんだけど勇気がなくてって言ってのを聞いてたんですよ。わあ、これは ここが振り時だと思って、あのあなら、そう、神宮寺さん振ってくれたと思って、でしかもセンターさんのあの動画見てたら、あんたバカって言えって前の募集した時に言ってくださってたんで、あら、今回どっかで言えたらいいなって思ってたんで。あ、裏話、いつ死んでもいいや、もう。モチベーションが低くなってる。あんな尖っ
ったロボット乗ってるわけないでしょ、先端恐怖症。怖いんだからね。そうですよ。そこ目向けられないはずんだから、ね、よし、じゃあ次行きましょうか。よろしくお願いします。お願いします。